クリューサーオール、脈動せよ。その光は怪物を生むべく魔の血脈を吸い出しよう。母たる私が見届ける極限解放キュビレイ。見えなくて当然、死ぬしかないでしょうね。分かった、別に。はいはい、見えなくて当然。怪物を見たことはある？分かった。はいはい、分かった。こっちへ。見えなくて当然。邪魔なんだ。生まれなさい、液だな。別に。はいはい、分かった。これは見える。覚悟しなさい。まだ解放。怪物を見たことはある？ブレイカーゴルゴン。しょうがないね。命令ならね。はいはい、わかった。我が死の先に異形の剣がある。その黄金が怪物の子らを導く。暴れなさい、聖竜王。とどめは私が引き受けた。瓦礫となり果て、消し去るがいい。わりと頑張ってみる。確認、注意です。見えなかった。怪物を見たことはある？破損に注意です。破損に注意です。しょうがないね。別に。分かった、別に。注意です。覚悟しなさい。注意です。見えなくて当然。注意です。死ぬしかないでしょうね。破損に注意です。理想の姿で荒らなくては。粘土を止めます。命令ならね。別に。分かった。
我が死の先に異形の剣ある。その黄金が怪物の子らを導く。暴れなさい、霊竜王。とどめは私が引き受けた。瓦礫となり果て、吹っ飛ぶがいい。乱暴な扱い。やるべきことをやっただけよ。我が血より天魔と共に生まれし者よ。剣持ちで怪物の父たる者に、そは神を呪う我らを継承する日か。我が魔眼にて汝を祝福する。クリューサーオール。ケルベロス、こうしてあげます。スキュラの餌になりなさい。いいでしょう、従います。いいでしょう。ケルベロス、こうしてあげます。プロメテウスの金ガムのごとく、スキュラの餌になりなさい。従います。そうですか、従います。乱暴で何が悪いのか。こうしてあげます。水平よ、スキュラの餌になりなさい。そうですか、従います。そうですか。見えますか、プロメディウスの金ガムのごとく怪物の穴。諦めなさい、終わりです。共に行きますか。共に行きますか。私は勝てますか。怪物の進化を従います。いいでしょう。クリューサーオール、脈動せよ。その光は怪物を生むべく魔の血脈を継いだ勝者、母たる私が見届ける。極限解放、クビレイ。そんな、ケルベロス、こうしてあげます。諦めなさい、終わり。
従います。いいでしょう。そうですか。ケルベロス見えますか。怪物のあなた、スキュアの餌になりなさい。頼もしいわ、頼もしいわ。えい。まあ、勇者様。出番ですよ。そうですか。従います。我が血より天魔と共に生まれし者よ、剣持ちで怪物の父たる者よ、そは神を呪う我らを継承するしか、我が魔眼にて汝を祝福する。クリューサー愛してる。やるべきことをやっただけです。サーヴァント、セイバー、メドゥーサよ。はあ、私じゃない私がいっぱいいる。なんで素でうざいんだけど。ありがとう。うん、再臨で少し精神年齢が上がってしまったようですね。敬語？言われてみればいつの間にか。こちらの方が今の霊気的に落ち着くというだけです。私の本質は変わりません。特に気になさらないでください。どうも。戦乙女のようだと。おそらくそれはアテナの因子のせいでしょう。好ましいものではありませんが。あなたが悪気があって言ったわけではないというのはわかりますので、謝る必要もありません。自己封印が解けているように見えるかもしれませんが、見かけ上だけです。ですからむやみに警戒する必要はありません。いえ、私が本気かどうか、目を封じているか否かで判断できなくなったとも言えますね。前言撤回します。警戒してください。見えますか、この輝ける怪物たちの姿が。いかに綺麗に見えたとしても、これらは人の血肉を食らう魔です。そしてその極致がここにいる黄金剣を持つ怪物ですから、興味を持って近づくのは勝手ですが、覚悟はしておくべきでしょう。その怪物がたとえ女神のように涼しい顔をしていたとしても、心の中では食べてしまいたいという欲を必死に我慢しているのかもしれないのですから。